自分勝手というかエゴイスティックな性格って、うん、その幼少期のなんかそう自由奔放なサッカーの指導が影響してる気がします、うん、で3年の時、まあ、都大会の決勝で、はい、駒澤大学高校に負けてサッカーを引退ですよね、はい、これで慣れなかったら人生何回生まれ変わっても、うん、多分プロなれないなっていうぐらいやりきったっていう自負があったんで、うん、そこからなぜ夜の世界にこう飛び込んだんですか。それはもう人生見返したかったからにつきますね、やっぱり、うん、皆さんこんにちは。本日はですね、いつもと少し違ったゲストをお呼びしております。株式会社ローランドグループホールディングス、はい、代表取締役ローランドさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。初めましてですよね。初めましてなんですけど、僕はあの、はい、引退試合を見に行かせていただいて、あのサイスタでやられましたよね、はい、僕あれ 見に行かせていただいて、嬉しい。そうなんですよ。最後にあの連絡先とかもちろん入ってないんですけど、あの名刺をね、はい、あのファンサービスみたいなのであのいただいたじゃないですか、はい、あれとかも持ってて、なんか新しいビジネスにチャレンジするんだっていうのとかも、まあ、拝見してまして、でやっぱサッカーからセカンドキャリアで、わ結構やっぱちゃんと考えてらっしゃるんだなっていうのは、その時も全然現役放送だったんで、はいはいはい、まあ、セカンドキャリアとかも考えてるような段階ではなかったんですけど、はい、プロのアスリートがそうやって考えてるのを見て、はい、あやっぱりちょっとホストだけどセカンドキャリア考えなきゃなって思った記憶ありましたもん。あ本当ですか。あの時にちょっとそのケイタさんの考えとかに少なからず影響はね、はい、受けてるんですよ。やめてください、そんなゲストから褒められるみたいな、そんなね急にねびっくりしましたけど、はい、だからまあ勝手に初めましてではないという感覚で今日はもう僕もねいつもテレビなんかでも見てるんで、ね、ありがとうございます。ローランドさんもプロサッカー選手を目指されていたということで、はい、まあ、サッカー少年だったんですよね。ああもうそうですね、はい、なのであのローランドさんのサッカー史をちょっと遡って聞いていきたいと思うんですよ。そんな大したもうねあれですけどもいやいやいや、幼稚園からサッカーを始めるそうですけれども、はい、これ始めたきっかけって何だったの。僕なんかあれいつ始めたんだろうっていうぐらい、うん、結構ナチュラルにとか、 なんかシームレスに気づいたらやってたっていう、だから誰かのプレーにとか、うん、なんかなんかの試合見てとか、うん、そういう感覚じゃなくてなんか気づいたらやってたみたいな感じですね。今考えてもなんか野球派もいただろうになんでサッカーなんだろうなっていう、ただ本当自然とサッカーやっぱやってましたね。小学校は地元の小学校ですよね。地元、はい、そうですね、八王子の、はい、あの見ましたけど、はい、あの何ですか、地元に還元しようみたいなね、あ番組ね、番組だったじゃないですか、はいはいはい、それで見ましたけど、あの時にいらっしゃったコーチが、はい、教わってたコーチですか。あそうですね、じゃあ今でも現役でコーチやられてる。今でもまあでも本当副業であのサラリーマンをやりながら教えるみたいな、プロの指導者がいたわけでもないですし、まあ本当に今考えると結構自由奔放なこう、うん、ストライカー気質な人生歩んでこられたらもう割とこうライセンス持った指導者の方だとこうした方がいいよとか、うん、ああしなさいよとか、こういう結構型にはめた指導をしてくるじゃないですか、うん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 、でもいかんせんなんかこう副業コースというかもうお父さんコーチみたいな、あとにかく戦術のノウハウも知ってるわけないじゃないですか、はいはい、ビルドアップしてしっかりつけなさいとか縦パスのスピードがあるなんて言われなかったんで、とにかく前蹴って僕フォアだったんですけど、とりあえず足速いやつがあの走って点取るみたいな感覚で行ったんで、自分勝手というかエゴイスティックな性格って、うん、その幼少期のなんかそう自由奔放なサッカーの指導が影響してる気がします、うん、じゃあ当時からフォワードだったっていうことですけど、はい、体大きい方だったんですか。体大きかったですし自己顕示欲もすごい強かったんで、うん、とにかく出せみたいなでその時にやっぱちょっと体大きかったです、うん、とかちょっとだけ上手かったりとかすると、うん、やっぱ小学生の年代だと結構簡単に点取れるじゃないですか、うんうん、そこで承認欲求というかあの自己肯定感が多分高まって、あ俺天才なんだなってその時思ったんですよちっちゃいその八王子のカテゴリーの中でだからその時にもっと上手いやつとか見てたら自分なんてとか結構その謙虚な方向に性格がこうチェンジしてたと思うんですけど、うん、運よくそんな上手いやつもいなかったんで、うん、だからそれが多分今のね性格にこう影響してるんだろうなって思いますね。当時こう憧れてた選手とかいます。ズラタンですかね。いきなり海外の選手その時にズラタンが
オランダからインテル行くぐらいだったのかな、うん、その時ちょうど海外サッカーとかマンデーフットボールとか、はいはい、スーパーサッカーとかヤベッチとかでズラタンのプレーとか見られるんですよ、うん、で本当はロナウジーニョみたいなあれテクニカルな南米のマレーシアみたいなプレーすごいなと思ってたんですけど、はいはい、まあまあいかんせんあんま足元上手くなかったんで、うん、あれできないなとなんでプレースタイル見てたらやっぱりストライカーでこうエゴイスティックでインタビューとか見てても、うん、やっぱ花があるんで、うんうんうん、ズラタンはちょっと憧れてましたね、でもなんかズラタンに似てるって言われません？多分寄せてます僕がちょっと髪型とか後ろで結んだりとか、ね、結んだらもうでそこから、はい、柏レイソルジュニアユースにこう加入するじゃないですか、はい、このきっかけは何だったんですか？きっかけやっぱりちょっと強いチームでやりたいなっていうのが純粋にあって、うん、小学生の時はもうそれこそ指導者とかがいない中で好きにやらせていただいてっていう環境だったんで、うんうんまあ、ちゃんとしたクラブにまあ入った方がいいよっていうのを周りも、まあ、地域の選抜チームに入れたのもあって、うんうん、そういうことをまあ勧められて、うん、あじゃあ行ってみるかっていう感覚で。当時あのレイソルユースどんなメンバーがいるんですか？僕は東京支部だったんであれなんですけど、はい、あの同世代でいくと仲間隼人選手とか、うん、あともうそれこそプラチナ世代っていう、そっかもう本当にあの僕らアンダー17のワールドカップの時に、うんまあ、僕もちろん見る側だったんですけど、うんまあ、ブラジルとの時コーチーヌとかネイマールとかいる中で、うんうんうんまあ、負けちゃったんですけど、うん、結構その同年代が対等にできちゃったりとか、もう僕らの年代って普通に誰かしらバロンドール取るんじゃねえのかみたいなのが、うん、育成年代の中では普通にあって、だから本当にすごい世代だったなって今思うと、もう宮市がいきなりアーセナルから声かかってますよとか、宇佐美選手とかがね、なんかバイエルン行ったりとか、その世代、宇佐美選手とかがいるじゃないですか、はい、対戦して結構こう衝撃を受けたっていうインタビューを目にしたんですけど、正直これ勝てるわけねえなって思っちゃった自分もいたんですよ、はいはいはい、やっぱりその、まあ、それこそ宇佐美選手とか、はい、宮市選手にこう僕中京大と練習した時とかも、はい、キックオフでなんかいきなりサイドでロケットみたいに速いやつが前蹴って一人で追いついてセンタリング上げられて、あいつなんだろうと思ったら、まあ、世代別に代表入ってたんで、はい、ちょ存在してたんですけど、はいはい、直接対決したらもう速すぎて、うん、あいつは行くよなぐらい思ってましたね。へえ、うん、でもあの高校名門の帝京高校に進学されるじゃないですか、はい、これ特待生で進学なんですよね。あそうですね。これなんでそのユースじゃなくて高校サッカー選んだんですか？純粋にユース上がれなかったんで。お、上がれずに、はいはい、でもその時の、まあ、評価で帝京から特待生で、まあ、やっぱり J の下部組織いるとそれなりにいい高校は拾ってくれたりとかするんですよ、うん、で帝京の特待枠が確か5枠ぐらいあって、うん、でまあなんかたまたまセレクションの時調子良くて、うんミドルシュート適当に打ったらすげえいいコース入ったりとかしてなんかすごい上手いやつみたいな、こう監督からもいやお前なんかめちゃくちゃいいねみたいな、ユーめっちゃ欲しいよとかってこう言われて、僕本当はあの静学行きたかったんですよ、学園行きたかったんですけど、あのその時のこう監督がめちゃくちゃ熱心に誘ってくれて、全額免除で A 特待でいいから来てくれっていうので心が揺れちゃって静学蹴って帝京行って、まあ、1回も使われなかったっていう。あーなるほど、はい、でもあのいろいろと話を帝京、はい、高校の話を聞くと、はい、大変な学校だったと思うんですけど、はい、なんか思い出あります？とにかく人って簡単に死なねえなって思いましたね。どういうことだ？いやなんかあの高体連ってまあその時はまあちょっと非科学と科学がミックスしてたちょうどいい時代だったんですよ、うんはいはい、岩田の砂浜で、うん、あのボール持たずに走るっていう合宿をやるんですね、はい、帝京の伝統があったんですけど、うん、でこう1年と2年と3年でこう縦割りでチーム組まれて、うん、1人でもタイム入らなかったらもう3年生含めてやり直しなんですよ。うわだからもう必死で、でも本当死にかけるんですよね。走馬灯とか見えたりとかして、うん、でも宿舎帰って次の日も朝練じゃないですか、うん、朝起きてもあ俺まだ生きてんなとか、まあ、それこそ業種違いますけど歌舞伎町行って辛い思いした時とかもう合宿のこと思い出したらさすがにあれよりはきつくはねえなとか、監督とかもなんか、はい、都立のチーム公立のチームにあのダブルスコアとか 10-0 以上で勝たなきゃいけないみたいな謎のなんかルールがあったんですよ、はいはい、でなんかその時 8-0 とかでなんか僕がこう決定芸ちょっと 8-0 ぐらいだったらラボーナーして外したんですよ、はい、めちゃくちゃ怒られて、うん、お前もう走っとけみたいな、
ずっと走るじゃないですか、うん、全然呼び来ないんですよ、うん、で照明消されてそれでも呼び来なくて、うん、俺これ帰っていいやつかなってめっちゃ悩んだんですけど、さすがに帰ろうってなって11時ぐらいに帰って、うん、で監督に次の日にあの謝りに行ったら、うん、あ、それお前走らしてるの忘れてたなってそんなあの恩師である広瀬龍監督、はい、どんな存在ですか、ローランドさんにとって。その時はあまり好きな存在ではなかったですね、うん、やっぱり使ってくれないっていうのもありまして、うん、評価してもらえないってなると監督対選手でいくとそんないい印象はなかったんですよ、うん、でも今思うと中途半端に出してもらったりとかメンバーに入ってたら僕多分違う業種に気持ちよく切り替えられなかった気がするんですよね。だから監督がこう一切使ってくれなかったおかげで、あ、サッカーに対してこうもう僕は無理なんだなっていうのを、うん、正直痛感できたんで今考えるとすごく感謝してます、うん、でもそういう監督っていないですか。なんかやっぱその監督で例えば絶対使わねえよお前とか、はい、干された監督って、はい、その瞬間で絶対好きになれるわけないじゃないですか、はい、でもなんかこう後々人生頑張ってたら あの監督いたからだなって多分思えると思うんですよね、うんうん、だから人のことを嫌いって言ってる人って多分頑張ってない人なんだなって思うんですよ。頑張ってたらどんな嫌な過去のやつも、いや多分あいつに勝ちたいから頑張れたと思った日あったなとか、うんうん、だから頑張ってたら多分どんな人も過去の嫌なやつは美化できるなっていうのは結構僕の持論であるんですよね。へえ。で、あの帝京高校の時 1,2 年生の時は、はい、まあ、チームはこう全国大会サッカー選手権出るじゃないですか、はい、で3年の時、はい、まあ、都大会の決勝で、はい、駒澤大学高校に負けてサッカーを引退ですよね、はい、これもうサッカーをやめようってきっぱりその時に思ったんですか。思いましたね。とかもう未練ないなっていうぐらいやっぱり練習もしましたし、うん、その寮だったんで門限も7時で、うん、まあ、そのスポーツクラスだったら女性とかもいない中のクラスで、うん、もう毎日サッカーのことばっかり考えて、うん、これで慣れなかったら人生何回生まれ変わっても、うん、多分プロなれないなっていうぐらいやりきったっていう自負があったんで、うん、だからもうこの試合終了のホイッスル聞いた時に、うん、まあ、サッカー本当やめるんだっていう悲しさとなんか達成感と、うん、あとなんかなんていうんですかね、僕経験ないんであれなんですけど、うん、刑務所行って捕まって出所したらこんな気持ちになるんだろうなっていうくらいああもう寮に帰んなくていいんだっていうやっと外の空気吸えるみたいな、うん、あ、これが終わるんだっていうちょっとしたワクワクもね実はあったりとかしたんですよ、まあ、プロ入り目指してきてやってきたその叶わなかった、まあ、まあ挫折というのか、まあ、経験、はい、そこからなぜ夜の世界にこう飛び込んだんですか。それはもう人生見返したかったからにつきますね、やっぱり、うん、ライバルたちがちょっとテレビ見たらスポルトとかでやっぱこう、うん、同世代の選手とかも映ってるわけですよ、うん、悔しいじゃないですか、うん、僕なんか本当高校サッカーで一回も出れなかったし、うんうんうん、選手権のあのね華々しい舞台にも立てなかった人間なんで、うん、なんか逆転したいなと思った時に、うん、ちょっとない頭で考えて、うん、一発逆転できる場所がもう歌舞伎町しかなかったですね。じゃあその辞めて、はい、まあ、寮から自宅に帰れて、はい、そこからすぐに歌舞伎町に行くんですか。いや一応ねもうその進学校だったんで、はい、帝京自体が、はい、もう就職がもう 1% パーとか 0. 何パーとかだったんで、はいはい、みんな進学するかもうプロに行くかみたいな、はいはい、でスポーツクラスはもうプロになれないやつはもう進学しろっていう、うん、そこでまあサッカー続けろっていうのがもう普通の流れだったんで、うん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 、僕も本当は行きたくなかったんですよ、うん、本当はもう歌舞伎町行くわって言いたかったんですけど、うん、その広瀬先生を前に歌舞伎町行きますって言えない自分がいて大学行きますって言ってなんか惰性であの帝京大学行くことになっちゃって、でもやっぱりこう周り見るじゃないですか入学式に、うんうん、で本当帝京大学の冴えないやつばっかなんですよ一応テロップ入れといて小回り見てわこいつらと一緒かっていうで、うん、2,3 年になったら入りたくもねえ会社に履歴書書いて固定給もらって、うん、俺定年まで働いて、うん、俺の人生何なんだろうっていうのが、うん、初日の入学式は本当思ってしまったんですよね、うん、でその時にこれ誰に反対されてもいいからちょっと自分の道歩もうっていうのを決意して、うん、あの地元の公園に行ってちょっと遅めの桜咲いてたんですよ、はい、でめちゃくちゃ散ってるんですよ、はい、遅めの桜が、はい、その桜見て桜みたいに散る人生の方がいいなっていうふうに思って、そのまま荷物持って歌舞伎町来ました。すげえ、はい、まあ、その後こう夜の世界でこうトップランカーに上り詰めるわけじゃないですか、はい、
その原動力はやっぱりサッカーでのもう本当に悔しさですよね。マジでやめたいって何回も思ったんですよ。本当全然女の子喋ったことなかったんで、サッカーしかしてないから、はい、女の子何喋っていいか分かんないから、うん、席つけられても、うん、何もできないまま、うん、でお前ほんと使えねえなとか、うん、もう先輩からもなんかちょっと煙たがられたりとか、うん、仕事も教えてもらえなかったりとか、うん、で毎日掃除とかさせられて辞めたいと思ったんですけど、うん、ここで辞めたらまた宇佐美たちのかっこいい姿を俺はテレビで見るだけだみたいなことを思ったら、うん、やっぱり次の日も頑張っていこうと思えてたんで、原動力が多分サッカーだったと思いますね。もうそれがもう今では大成功を収めているわけですけど、まあ、本気でこうプロを目指してやってきたじゃないですか、はい、そこで得られたものって何ですか？サッカーで得られたもの。失敗はその瞬間失敗かもしれないけど、うん、人生超頑張ったら、うん、意外とその失敗が形変えて成功に変わることもあるよ、うん、みたいな。例えば10年間僕サッカーやってて、うん、もう本当に女の子とも遊ばずに10年間サッカーやって、うん、プロになれなかった瞬間って、うん、うわマジで10年間超無駄にしたなとか思うんですよ、うんうん、その瞬間僕にとってもう失敗以外の何者でもないんですけど、うん、今例えばこうして啓太さんと話できるのは、うん、あの10年間サッカーをやってきたからだと思いますし、うん、今はあの10年間があってよかったなって思えるんで、なんかそういう失敗の捉え方がまあ変わったかなっていう。じゃあその時は感じることができなかったけれども、はい、後々振り返ってみると、はい、やっぱりサッカーが与えてくれたこと、頑張ってきたことっていうのが良かったなって思えると。そうですね、思いますね。ローランドさんにとって、はい、サッカーとは何ですか？サッカーとは、うん、なんだろうな、定義できるものとか、うん、なぜ好きかって説明できるものって僕本当に愛してるものじゃないと思うんですよ、うん、だから僕にとっては本当なんか無条件にこう愛情を注げるというか、サッカーから何かこう欲しいみたいな、うん、与えて欲しいみたいな下心とかってないんですよ、うん、サッカーが好きって言ったら仕事来るから言おうとか、うん、そういう下心とか全くなく、うん、純粋に好きと言えるものですかね。で、はい、まあ、現在、はい、まあ、そういうこう今までの活動とサッカーをやってきた関係もあってだと思うんですけど、はい、セレッソ大阪の PR 活動、あ、そうですね、公認セレオをされてるんですよね、はい、そうですね。まあ、そういった活動されている中で今後サッカー界に対して何かご自身でやっていきたいこととかってあります？はい、まあ純粋にちょっと興味があるっていう程度の話でいくと、うん、やっぱクラブ経営ってどういう感覚なんだろうなっていう感覚をすごい、うん、持っていて、やっぱ選手としてピッチに立つことはできなかったですけど、うん、その勝利の瞬間を一番こう身内として味わえるのってやっぱり出資するこうオーナーじゃないですか、うん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 、多分今でもセレッソとの関係ってすごく良くて、うん、アンバサダーとしてやっぱり試合に勝つとめちゃくちゃ嬉しいし、うんうん、まあ、本当にこのクラブ大好きだなって思えるんですけど、うん、これが多分それこそアブラモビッチとかみたいな立場になったら、うんうん、多分選手と同じぐらいの多分喜び方になるじゃないですか、うん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 、感覚もそうだし負けた時の悔しさも、うんうん、って考えるとやっぱりちょっとそっち側の視点を見てみたいなっていうのはありますね。ああ、クラブ経営。やっぱチャンピオンズリーグのアンセムを聞きたいんですよ。あれはしびれますね。ですよね、うん、あれを選手として聞けなかったけどオーナーとして聞いたらどんな気持ちになるんだろうっていうのがすごくあるんで、うん、まあやっぱ夢大きい方がねかっこいいんでね、チャンピオンズリーグでビッグイヤーをこうねオーナーとして ね掲げたいですよ。そんなもうローランドさんがそのビッグイヤーを掲げるまでの、はい、ストーリーの中で、はい、今実際にその経営でいうと どんな事業をされてるんですか？事業でいうとレストランをやっていたりとか、あと美容室もやってますし、うん、あとは、まあ、それこそホストクラブもやってたりとか、うん、シャンパンの輸入とかも実はやってたりとかして、かなり苦戦してるんですけど、あと脱毛サロンと新規でクリニックを立ち上げる、まあ、美容事業と飲食が、うんメインですかね。いやもう僕サッカー選手だった頃からなんですけど、はいはい、結構毛をカットするじゃないですか、はい、手間なんですよ。そうそうそう、うん、なのでなんかちょっとこうローランドさんの脱毛サロン行ってみたいなって思うんですけど、はい、あぜひぜひ。ちなみに何店舗ぐらいやられてるんですか？今年で多分50店舗ぐらいにはなるかなし。50店舗？はい。何年目ですか？3年目ですね。すげえ。いやもう今からねちょっと
僕も綺麗にしてもらって。ぜひぜひ。今ちなみに足どんな感じなんですか。僕はこんな感じです。あ、でも綺麗ですね。処理してあるから。はい、そうなんですよ。そっかそっか。じゃあそれがもう楽になるという。あと痛みが強いっていう印象が多分、いや、すごいあるんですよ。あると思うんですが、まあ、実際体験してみて痛いかどうかっていうところも、うん、まあ、僕らのこうマシンっていうのはそんなに痛くないっていうのも、はいはい、あの売りにしてるんで、うん、まあ、そこら辺も。痛みに弱いんですよ僕。あ、そうなんですか。あの削られまくって、はい、どっちかっていうと削る方だったんで。ああ、やられるのはすごく嫌なんですよ。あ、そうなんですね、はい、なるほど。じゃあ痛みっていうところもちょっと注目して。わかりました、はい。いや、もう脱毛を体験させていただけるということなので、はい、では早速お店の方に向かいたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、こちらローランドさんの自由が丘店の方に来ているんですけれども、はい、店内めちゃくちゃ綺麗ですね。いや、ありがとうございます。本日担当するあの竹島というスタッフなんですけども、お願いいたします。なんかスタッフのね、方も洗練されてて、はい、なんかやっぱり結構一緒に時間過ごすことが多いんで、はい、客観的にこう見られないというか、もう身内のような感覚なんで、やっぱこうやって来ていただいた方からね、洗練されてると言われて、やっぱりなんかね、嬉しいです。嬉しいね。え、これあれですか、ローランドさんが採用とかも関わったりもしてるんですか。履歴書はあの目を通したりとかも、まあ、前職があのインストラクターということで。お、何のインストラクターなんですか。キックボクサーサイズの。キックボクサーサイズ、はい。じゃあなんかちょっと怒らせたらね、怒らせたら怖いなっていうところやられちゃう感じですか。脱毛優しく。脱毛優しく。僕ね、痛いの苦手なんですよ。あ、でも男性は特にね、そう、なんかやっぱ痛みに弱い。お客様をデータで、まあ、10万人以上のこう顧客が来てくださってる中で、うん、総合的に見るとやっぱりね、痛み弱い人のが多いね。そうです。選手の方も多いんですか。あ、そうです。ちょっと名前はね、まだあの言えないですけど、結構有名なアスリートの方とかもあの来てくださったりとかもして、店内にサインだけ書いてもらってるんで、各店行ってもし見つけたらその方でした。はい、こちらのそのマシンの特徴みたいなのってあるんですか。今までの機械と比べてお痛みも少ないですし、うん、あと施術時間とかもかなり短いのが特徴です。どのぐらいですか。何分ぐらいですか。片足、片足だけだったら10分もぐらい。え、そんなもんなんですか。はい、だいぶ施術時間はコンパクトになってますし、うん、まあ、そのもちろんね、さっきあの竹島が言ったみたいな、その痛みっていう部分でも、まあ、あの他社と比較しても僕たちはまあ少ないっていうのは本当断言できるぐらい、あの実感してもらえると思いますし、ちょっとじゃあヒアリングだけ、はい、どんな感じかっていうところを竹島に、はい、そうだね、なんか肌の悩みとかもしありましたら。世間話してもね。俺はそうですよ。肌の悩みとか気になってる部位とかを、まあ、素直にお話ししていただければ。乾燥肌です。あ、はい、脱毛って熱を与えるので乾燥はよりしやすくなってしまうので、はい、乾燥肌の方はもう本当に今まで以上に保湿はたくさんしていただいた方が脱毛効果は上がるかな。結構その保湿っていうのは割とカウンセラーからも推奨していたりとか、施術する際も保湿はかなり気を使って、まあね、なんか乾燥の体質の人はよりこう保湿の回数だったりとか増やしてもらったり。他なんかありますか。なんか気になる部位とか。僕あとは日焼け結構してるので。あ、はい、まあ、直後は少し避けていただいてるんですけど、はい、まあ、日焼けしているお肌とかでも当てることはできるようになる。あとはももの裏側、あ、ここあの手入れするのが大変大変なんです。確かに確かに。痛み的にはどうですか、ももの裏は。痛み的にはやっぱり足はそこまで痛くない。痛くないかなと。一番痛いなっていうところどこ。この膝周り、足の中だったら膝周りと、あと足の甲とかはちょっともしかしたら少し厚さが感じやすいかなっていう。足の甲はそんなに毛入ってないんで大丈夫そうなんですけど、アンダーの方やる人っているんですか。でも結構去年ぐらいから、まあ、今年に入ってかなり増えたかなと思います。それ痛いんですか。いや、要は足よりかは少し厚さは感じやすいかなと思うんですけど、でも我慢できないぐらいの痛みではないかなとは。VIO はまあ毛根自体が強かったりとかするんで、ああ、まあその痛みを感じる人は多いかなとは思いますけど、いろんなマシン使って施術を受けてきた側からすると、まあ本当に個人差あるんであれなんですけど、うんうんうん、まあ、個人的にはこれ耐えられなかった男じゃないと思ってます。まあ忖度なしで、本当に痛かったら痛いと言っていただければ、はい、
はい、これだって僕 の, あのチャンネルの信用関わってますからね。いや本当そうですよね。もうそうですそうです、もうそれはもう本当にローランドさんだからって僕はね、はい、じゃあ我々一同でちょっと啓太さんを満足させられるように、はい、じゃあ施術の準備を早速やらせていただきます、はい、よろしくお願いします。はい、え、もうこれ寝てていいんですか？あ、もうはい、あの楽にされてください、はい、でちょっと堤防してから来ていただくんですけども、堤防されてるんですけど一応剃り残しないか、はい、あの今回スタッフ2人で対応するす。やばい、 VIP 対応してもらってる。お願いします。お願いします。はい、これは全員やるんですか、この堤防っていうのは？堤防は、まあ、基本的にお客様にあの来店前に処理していただくんですけども、一応あの剃り残しないかっていうところで、ちょっと毛が残ってるとあのレーザーが反応して痛みが出たりとかもするんで、選手間でもこういう毛の処理する人しない人みたいな話すんですか？ロッカーでそれこそね、結構シャワーとか一緒に入ったりとかする機会も多いじゃないですか、うん、スポーツ選手って。なんでそんな生やしてんだっていう風潮になってきた。サッカー界が、サッカー界がちょうどその時ですね。そうだから脱毛まで行かなかったの。剃るっていうところで終わってた。そう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 。でもない方がテーピング処置したりとかする時とか、そうそうそう、あのドクターとかも多分ありがたいと思うんですよね、うんうん、脱毛してる方が。女性だと気使って恥ずかしいみたいなお客様。あ、逆にその女性にやってほしいっていうお客様もいらっしゃいますし、同性がいいっていうお客様もいて、まああの本当にどちらでも選べるっていうところが、あ、まあ、うちの一個の魅力の一つかなと。じゃあ早速処置の方をしていきましょう、はい、まずじゃあ左足からになるのかな。ケタさん人生初立つ。初、うん、しかも個室っていいですよね。あ、確かに、うん、あとここはあのシャワー室が隣にもうすぐここにあるんで、まあ、そのままあのちょっとベタベタしてローションとかも塗るので、はい、シャワーも浴びて帰れると。はい、じゃあちょっとこれ何するんですか？浴毛ローション。浴毛ローション、まあ、滑りをこうあのマシンのスライドしていくので、その部分であのスライドしやすいようなこうローションになってます。ちょっと俺緊張してるよ。大丈夫ですか？膝からで大丈夫。痛くない方から行かない？膝から行くか。じゃあちょっと、あ、こっちから、うん、爪から行きます。はい。今当ててます。え、もうこれやってるの？大丈夫そうです。なるほど。ほんのちょっとじゃない？ちょっと熱いかなぐらいですか？いや、でもそれすら言われなかったら俺感じなかったかも、今。ちゃんとやってます？しっかりやってます。どれぐらいの感じですか？ちょっとあったかいぐらい。もう全然耐えられるレベルですか？全然。おお、それはじゃあちょっと先ほどあの説明させていただいた膝ね、ちょっとそこだけ。はい、ちょっと来るかなぐらいですか？いや全然。あ、全然ですか？うん、今レベル下げずにやったんですよ。大丈夫そうですかね？全然大丈夫。おえ、むしろこれ痛いっていう人いるの？いや、ほぼいないです、ぶっちゃけ言うと。いないっすよね。本当に、はい、たまにかなっていうぐらいで。え、全然別に何にも痛くないっすよ。まあ基本的にみんな本当ケイタさんのようなリアクションで変えていただきますね。じゃあちょっと外側も施術させていただきますね。はい、はい、この骨の近いところ、すねとかその恥骨があるところも若干ね、痛み強かったりするんですけど。ただ撫でられてる感じだ。あ、よかった。ちょっと安心したな、なんか。いや、僕も安心しました。よかったです。いや、脱毛痛いって聞くからさ。はいはい、あと、同じマシン使ってもやっぱあのスタッフの成熟度だったり技術力でやっぱ効果とか痛みも変わってくるんで。え、そうなんだ。そうなんですよ。なので、まあ、そこら辺も結構研修とかもかなり力入れてやってたりとかもするんで、本当その痛みがないって言っていただけるのは嬉しいですね。日頃の頑張りが報われた気がして。全然大丈夫。外側も終了、終わりました。本当に？はい。腕もじゃあ最後ちょっとだけ、あの指毛とかが結構気になる人が多かったりとかするんで、指とかちょっと前腕ね。え、こんな簡単なんだ。俺ちょっともうちょっとなんかこう大ごとかと思ってたのよ。こう指毛意外と痛かったりするんですけど、指がちょっと当ててみて。どうですか指？ちょっときませんか？
って別にちょっとあったかいぐらいじゃないですか。僕ちょっとこの指毛だけ若干痛いなと思ってたんですけど、それもない。これ痛いって言ってた、これ男じゃないですよ。やばいやばい、さっき俺が言ってたやつだ。まあこれであの目に見えるところ、その T シャツ着て、まあその見える前腕と、あとはまあそのハーパン履いた時の、まあその下の部分ですよね、足のが、まあこれぐらいの痛みと、まあ、あの時間の感じでできますよ。こんなもんなの？これで、はい、今どうなった状態になるんですか？これすぐに抜けるわけじゃなくて、まあこれも個人差あるんですけど、だいたい 2,3 日してきたぐらいで徐々に抜け落ちてきたりとか、あと毛質が、あの元々小石って太いじゃないですか。それが徐々にこう産毛のような感じになっていって、細くなる。なので遠くから見るともうあの目立たなくなってるのがこう如実に分かるっていうような感じになってきて。あ、なるほどね。ありがとうございます。いや、こちらこそ。ありがとうございます。貴重なお時間を。ということで、はい、脱毛やってもらったんですけど、今日はありがとうございました。ありがとうございました。忙しい中。全然痛くないですね。あ、もう良かったです。本当ちょっと心配だったんで。これでも痛かったら男じゃないですよ。いや、本当そうですよね。そのぐらいの感じでした。はい。だから僕ちょっと拍子抜けしたんですよ。はい。もっとなんか脱毛って大掛かりなものなのかなって思ってたら、うん、全然そんなことなかったんで。そう、なんか男性の方ってやっぱ美容っていうところにちょっと疎い部分があるじゃないですか、うんうん、だから脱毛っていうとこう壮大なものを想像しがちなんですけど、うんうん、意外と手軽に来られたりとか、うん、痛みもそんなに強いものじゃないよっていうところを、うん、まあ、あの伝えられたらいいのかなというところで今日来ていただいたんですけど、え、なんかあの6月はキャンペーンがあるっていうお話聞いてるんですけど、で今回僕があの30歳目前というところ、今29なんですけど、30歳になる前に30店舗をやりたいっていうのが一個目標としてありまして、それが見事達成、まあ一応皆様のお客様のおかげでできたので、それを記念してキャンペーンで、T シャツ夏場着るじゃないですか、あと半ズボン履きますよね。なのでその見える部分を、まあ全身脱毛できますよというプラン、1回3030円で。3030円、はい、安っ。そうなんですよ。ていただいて、うん、ヒアリングをしてどこが気になるのかとか、うんうんうん、毛の状態とかも見させていただいて、その後に施術をさせていただいて、それが、3030円、3030という30歳を記念したそういったプランに。いや、それはもう皆さんぜひ使っていただいて、はい、夏の前にね、夏の前にまだ間に合うぞっていうところで、うん、しかも本契約で、うん、まあ、契約していただいたお客様には、うん、契約内容によって、うん、脇とあと胸、うん、あとまあこの俗にギャランドゥですよ、お腹ですよね、はい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 、の無料施術チケットもお配りしていますので、その辺も概要欄からぜひぜひ見て、かなりお得な、提案となっておりますのでね、見ていただけたらと思います、はい、もう鈴木啓太チャンネル見てくださってる皆さん、はい、ぜひですね、もうね、いい男になるためにも脱毛していただいて、はい、これを見て野郎の野郎どもも、野郎ども男たちはぜひぜひ、はい、はい、来ていただけたらと思います。思います。あのサッカーのお話もいろいろ聞かせていただいて、いや、もうすごく楽しかったです。いや、本当こちらこそ貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい。